通るし。それなんか喉で食べるとか聞いた。嘘、私これで逆に良くなるんだけど、本当おかしいって。おはようございます。そらバナナ好きだよ。バナナバナナヤッホー。たくあんかと思った。確かに黄色だからか。朝たくあん、うん、でもたくあん美味しいよ。メンバーの少量を見ることは、え、あります、あります、全然あります。うん、これ寝起きだから、寝起きでもないけど、もう1時間以上経ってるけど、起きてから。おはよう。間違って男女読もうとしてしまった。ギフト読もうとした寝起きてる。ばちゃんは今日5時半、ん、何時だろう、6時ぐらいからアラーム鳴ってた気がする。そうよ、それが、よし配信始めて。違うよ、それは、うん、先に寝落ちしたからアラームしてるかなって見たら、うん、ロック画面でアラームできない人だったから、うんうん、代わりにつけたろうと思って。あ、なるほどね。だから5時半に起きとったち。あ、自分のためじゃないよ。6時に起きるんかと思った。うん、そちゃんのアラームかかっとるかわからんかったからかけといた。え、昨日はさ、マジで覚えてないんやけど。でもお風呂、え、そら、パセがお風呂に入ってる時点で、もう記憶がのうのうとしてたよ。でも、うん、いや、起きとかんといけんと思って。ねあ起きとかんといけんって思って頑張って目を開けとったやん、うん、でちょうどその時のテレビが、うん、なんかねなんかトイレのなんかトイレ特集ね、トイレ特集しとって、それで頑張って見よったやん。でなんか変わっとるわって思いながら見よったよね、うんうん、でそっからが覚えてない。出てきてからすぐお風呂上がったら寝てたよ。え、でも起きてたよ、ちょっと喋ってるね。いや、寝る時に喋った。え、パちゃん出てきた瞬間覚えてるよ。お風呂上がって、もう上がったのって。あ、そうそう、上がってきて早っと思ったよ。で、パセがドライヤーしてる時振り向いたら白目向いてた。寝てた。生きてた？寝てた寝てた。寝てた。おはよう。やっほー。うん、半目じゃなくて白目だったの？え、黒目だった。一緒だよ。おはようございます。白目だったらしい。悲しい。もう半目通り越して調べ。そんなところも愛してください。睡魔がマックスなので寝ます。おはやすみ、お疲れ様。夜勤かな。お疲れ様。また今日は夜はできない気がするので、明日かな。また明日会いましょう。明日は絶対みんな可愛い髪型だよ、夜配信っていう方やけん。確かに。何しようかな。今年は前髪上げとパちゃんの時にツインテールした。2回しか着てないかな今年。何しよう、うん、そうかも。おはよう。季節に近い。季節してたのかな。お団子定番だよね。高めツインテールよかった。イエーイ。また気が向いたらしますね。気が向いた。高めツインはね、あのね、去年の大阪のお話し会ぶりにした。5月あれ、うん、5月。そらはお夜配信は、うん、できないと思う。できそうでできないって感じだ。うん、なんかもうブブ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 ブ。明日かな、明日のお昼かな。今日の髪型まだ決めてないけど、うんと、ハーフアップにしようかなと思ってるよ。編み込みね、決めてるやん。え、また値上げや。え、らしいよ、さっきコメントで言った。雪見大福値上げやん。え、しかもあれらしい、吉野家もう、うん、値上げらしい。コメントであった。でも元が安いけ、うん、でもさ、元が安いけどさ、もうあと10年後とかにはさ、もう800円じゃ普通になるかもしれんよ。並盛りが800円。高くなっちゃう。くしゃみしてしまった。なんなん、うん、くしゃみしちゃったやん。配信でくしゃみしないって決めてたの。そうなの、うん。
知らないうちにうまい棒、え、12円とか、え、12円とかじゃないってこと？うん、うまい棒、うん、おはよう、12円か、うまい棒ね、うまい棒12円。でも子供買えちゃうからね。子供もスマホとか持っとるからな。強いよ。楽しんできます今日。かまちゃんさんありがとう。行ってくるぜ。プリンさんありがとう。あと、あと何だろうな、値上げ。100均とかもいいね。私が見てる100均は105円なんだよね。私も105円だった。でも103円とかもあったんだよね。確かに105円だって切りよくていいねって思って、で計算しやすいとか思ったら、そこ108円だった。で今110円だよ、うん、食べ物が108円だっけ、うん、で雑貨とかは110円、スーパーも108円。ねね、みんな、どうなってるんだろう。空たちがおばあちゃんになった時だけ、あと50年60年後、うん、消費税何パーになってると思う？今が8%。そう、プリキュア展やってる、みんな大阪で。あ、え、2人はプリキュアって2004年から始まったの？え、生まれた時、生まれて次の年。え、待って、アイス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 、え、すごい、みんなプリキュア展やってるよ大阪。え、やばいやばい、そらちゃんこれ、うん、え、これみんなの変身シーン、え、えぐー、すごい、うちの推しを探せ。やっぱ絵で全然違うね。かわいい。これどこで？ポルン、ポルン。どこで？終わっちゃった。大阪？大阪。え？みんな大阪でプリキュア展やってる。10% か消費税。行きたい。もう 30% ぐらいになってそうだな。そらがおばあちゃんになったら。そう、CD も値上がりしたね。送料もね。みんな。今日の運勢やってる。あ、獅子座よい。お、大胆に行動すればいい結果に、ラッキー3だ。サソリ12だ。恋に対して消極的に今は現状以上。え、昨日話したっけ。ラッキーからベージュ。ベージュ、ベージュ、なんかあげる、ベージュ。ベージュ、ベージュ。とにかくベージュじゃない。1位天秤座だって。普通さ、12位の時ってさ、2個教えてもらえるやん。うん、1個しか教えてくれんかった。私の今日のラッキーからベージュ。スコークだったよ、しかも。うん。面白い。12だったんだけど、占い。しかもめっちゃポンポンって書いてあったね。朝に終わってさ、パッて見たら12だった。あ、3位とかかなとか思って見たら12だった。違うやつで見てみようや。違うさ、番組は今何やってんの？これを今はおはよう朝日ってやつを見ました。ないね。なさそう。あ、これとかにするじゃない。あ、確かに目覚まし土曜日、あ、でもあと36分しかないな。終わるかな、終わってるかな。ちっちゃいの、あ、8時で終わっちゃう。終わってるわ絶対。あ、やっぱ目覚ましかな。確かに目覚まし土曜日の占いの時間って何時ですか？占いの時間、ちょっと悔しい、悔しい、こんな悔しい。でもそっちでもさ、12位だったらさ、え、伊手座さっきいた気がするわ。ちょっと見てなかった。私は家族のね、星座を見る。こういう時お父さんが獅子座、獅子座、そっち、うんうんうん、一緒だ、獅子座。お母さんが乙女座。12時よりか妹がお羊座。確かにね、8時25分くらい、8時25分くらいだって。あ、そうなん、うん、コメント欄によると。あ、ひょうじゃん、今日千穂さんテレビ出る。すごいよね。何時起きなんやろ。6時とかじゃない、うん、だってリハーサルとかあるやろ。うん、うん、確かに。メイクもあるし、メイク1時間、ね、リハーサル1時間ぐらいって考えて2時間でしょ。余裕持って1時間あるとして3時間。うん、お父さん獅子座、8月生まれ。それ家族の分からんな。嘘。水亀座2月、ママが2月、パパ9月、お兄ちゃん、あ、パパそう乙女、お兄ちゃん双子座。双子。あ、収録らしい。
あ、そうなの。そうなんだ。収録なんや。いつも生放送なのに。そうなの。収録なのか。そうなのか。おはよう。どうも。それはもう大変だもんね。うん。大変よ。今日も昼夜だし。そうだよ。しかもリハ昼夜よ。明日もあるけんね。ほい。明日はどんな感じになることやら。そうな。あ、こんにちはした今。おいってして。うん？おいってここにいた今。ここに。あら。同部屋です。おはよう。今日のは生放送じゃない。今日配信見る人ありがとう。配信見てくれてパパ天秤座ガスで向かってます。気をつけて。天秤座なんだ。9月末って気をつけて。乙女じゃないんだ。まあそりゃそうか、パパ乙女じゃないもん。なるほどね。天秤座。かゆかゆ。今日の服はじゃーん、アイスブルーシール。今日昼から雨らしい。え、そうなんだと。まあ、出歩くことないけん別に。けどみんなが大変だよ。ファンの皆様、昼から雨ってコメントが来たそうですので、あの傘など、傘、替えの靴下など忘れないように。もう向かってるけど持ってないよって人は GU かユニクロに。ファミマにもあるよ。あ、ファミマ。あ、傘もあるか、うん、気をつけて来てね。心配だよ。ちゃんと到着したら言うんだよ。シロワニ使いさんありがとう。好き。芋けんぴフラペチーノ。え、結局食べてないね。芋、芋けん飲んでない。うん、飲んでない。なんか新しく始まったチョコレートのムースみたいなやつが、そっちゃんの友達がスタバのね、そう、働いてる。スタバの店員さんだからね、美味しい。あったかい方がいいって言ったっけ。うん、あったかい方がいいんだって。でも人間はね、冷たいのよりあったかいの方が甘いって感じるらしい、うん、なんでそういう味覚の、うん、らしい。だからっていうのもあるって言ってたって、そうなんだ、うん、飲みたいね。今晴れてんの。どうだろう。窓開けてないや。夕方以降かな、だって公演が始まるぐらいじゃない。夜公演始まる前だから、ちょうど会場途中向かう時とかかな。気をつけてね。靴下履いてきてないって。私のやつあげようか。私も履いてきてないわ。でも、うん、バセキョサンダル。サンダル、聞いてほしい。サンダルがさ、サンダルちょっとさ、あのちょっとなんか靴の底見せるのも申し訳ないけど、サンダルがこの前気づいたら、私のサンダルなんですけど、え、伝わるか、見てほしい。伝わるよ。パックリパックリパクパクしちゃってて。そんなことどうやってなったの？と思ったら両方だったんですよ。両方パックリパクパク。これもう2年3年ぐらい履いてるからさ、パックリパクパクしてます。多分歩きすぎ問題です。サンダルがすごいことになってる。そう。びっくり。いや。確かに両方は逆に器用すぎんか。片方とかじゃなくて。両方。そう。びっくり。2、3年同じの履き続ける。イエイ。もう分かるや。あれや。靴のかかとがなんか出てくる。なんかかかとの硬いやつ。めっちゃ痛くなる。おいおい。しかも半年で出てくるからもう大変。すぐに買い替えないといけない。お疲れ様だね。歩き方。金子の席案内しといた。わかった、ありがとう。ツアーの前に朝マックがコメダのモーニング食べるか悩み中。どっちがいいと思う？せーの。朝マックかコメダ。コメダ朝マック。
じゃあ両方ということで。アズマックも月見やってるよね多分。限定じゃない？コメダはいつでもあるじゃん。ドリンクってどうなんだろう、うん、季節限定とかあるのかな。コメダのプロじゃないよな。コメダあかりんさんじゃん、プロ、うん、あのみちさんもめっちゃ行ってるイメージ。おきまえさんめっちゃ行ってるイメージある、うん、メールとか月見いっぱい。コメダの朝は2回3回しか行ったことない。しかも両方家族。へえー、おい、コメダは席が混んでたら待つ可能性がある。マックはお持ち帰りできる。まあコメダもできるけど、そこが選ぶポイントかもしれませんね。もしかすると今日土曜日ですからね、人多そうだね。え、土曜日多いよ、土日、ね、こうおばあちゃんおじいちゃんもそうだし、家族連れもめっちゃ多かったイメージがある。やけんちょっと他の案もどうですか？どうですか？了解。リクロおじさん、パスもリクロおじさん食べたい。リクロおじさんをアイスとか乗っけたりして食べたいです。コメダのアイスクリームめっちゃバズってるよね。うん、矢倉風子さんのすごい溶けちゃうよ、ね、あれ、うん、こうやって飲まんといけんよね絶対最後。大変そうすぎる。アサラわーん、アサラーメンとかしたいよ。胃袋がもう無理だ。私の今日の朝ごはんは梨とバナナでした。会場着いたらもう真っ先にケータリングに行こうと思っています。あるかな、エビブリオ。エビブリオ今日夢の中でさ、エビブリオ美味しそう。夢の中でマックのエビのやつ食べてた私。え、エビブリオ、うん、え、どんなのだった？夢の中プリプリしてた。食べたことないのにさ夢の中で食べてた。エビブリオ、知らんかった。私新しいやつはもう分かんないな。気になる。もうマクドとかマジで親しく行ってへん。おはよう、行きたい、行きたいよ、みんな行きたいよ。美味しいの？食べたいな。マックで一番好きなのは超オレオクッキーマックフルーリーみたいなやつ。ああ食べてたね。あれをよく食べます。超オレオの方ね、めっちゃ入ってるやつ。ハンバーガーはチキンクリスプが好きです。エビプリオ、みちさん食べてたの？みちさん、ヤンちゃんと、あの、なんちらヤン、ハワイアン、ハワイアンも食べとった。あ、そうだね。久しく行ってない、久しく。あ、そうだ、久しく、うん、親しくしたいよ、さっき親しくした。また、私のもう言葉が滑舌の問題やもん、絶対。マック、マクド食べたい。新大阪駅に2軒あります。知ってるよ。ポテトも好きだけど、この時間ポテトあげてないもんな。朝マックの時間はナゲットだもんね。違うよ。ナゲットじゃない、ハッシュポテト。びっくりした、頭の中だね。形一緒やけど、頭の中で消えたんだけど。おはよう、マクド、マクド。ダブチセット、夜のやつってさ、夜の大きいですよね、マック。夜マック、私は照り焼きマックバーガーしか勝たん。女性人気高いっていう。チキンクリスプ、でも私も昔食べとった。100円、うん、100円の頃ね。だから友達とマクド行って、うん、買って、あのフードコートの水、うん、買もらって勉強しよった、食べながらとか。お金がないけど100円だったらマフィン大丈夫だって言って。マフィン、本町。うわ、今新大阪駅の朝つきマックだよ、だって。うわっ、わっ、ははんって、みんなが押し寄せてくるよ。このコメントした人に会いたくて、みんながあーって来るけ、気をつけて。ショールーム開いとる。握手したってね。サインも書いたってな。サービス精神よろしくね。だってみんな新大阪駅で集まるかもしれん。かわいい。
うちらも行こうや、紛れて。はい、ください。聞いてきました。おはよう。バリューセットプラス、あ、安いチキンクリスプ。なるほどね。2個買われた。そらもパパがよくビッグマックセットとハンバーガー1つとかね、2個食べとったの。で、大人はなんで2個食べれるんだってめっちゃ思ってた。でもシンプルにソラハは胃袋が小さいからチキンクリスプと家族みんなのあのポテトを食べてた。いや、私 STU 入ってからビッグマック食べるのが夢すぎて、一人で勇気出して事前に3日前とかから調べまくって、でスクショして楽しみに行って食べて楽しかったワクワクして食べたことないビッグマック、なんか潰すんだよね、こう、うん、こうはっ、ってやったら食べやすいって言ってた。潰しちゃうの？わざわざ1枚1枚食べたけど、それはもったいないよ、逆にもったいないよ。なんかちょっと押したらその口のサイズ、切ってくれるん？そんなことまでしてくれるんですか、マックって。本当？でもマックってね、めっちゃ大変だし、そのパンもめっちゃ焼いてくださいとか、あまり焼かないでください、めっちゃオーダーが多いらしくって、ポテトの揚げたてにしてくださいとか、そう、友達の友達がマクドで働いてて、もうめっちゃ覚えることがいろんな、意外とカスタムとかあるらしくって。カスタムするん？そう、マックで、うん、これ、なんかめっちゃ大変って言った。なんかスマイルとかも揚げんといけんしねそうやね、スマイルってあるもんね、うん、裏メニューって、そう、あるらしい。へえ。スタバの友達が言っとったから、そう、スタバでもやばいのにマクドでもやばいって相当すごい。みんな記憶力がすごい。すごいね。私も覚える自信ない、スタバとか。ね。もう頭混乱しそう。毎日いっぱい来るじゃん、スタバとかって。学生とか大量に来て。ポテト塩なしとかある？あるっていうよね。ピクルス、あ、ピクルスはよく聞く。私はなしにしてもらってたな、ピクルス。ダメだった。パセのスマイル？作りスマイルの場合ゼロ円。本当のスマイルだったら108円でどうでしょうか？なんで本当のスマイル？どうしたら本当のスマイルになるの？なんか笑わせてくれたら。逆に払ってもらうんだ、うちらが払わんといけんやろ。笑わせてくれてありがとう、つくりスマイル震えとるよ、ハンの人がってなった何かつくりスマイルよくアーシャで見るやつアーシャーね、アーシャーも決められてるから、右の口角上げて、左上げてだから、そらは、うん、ハート汁瞬間は休憩タイムだから、カシャカシャカシャ、わかる、カシャカシャカシャ。でも一回ハートしたらね、前歯が出るんよ、だけどずっとこれで前歯が出る、それはベロベロ出て、おはよう。あ、そろそろ広島駅向かいます、気をつけてきてください、気をつけてきてください、気をつけて、おはよう。でも私は、私今年5分です早っ、めっちゃ早かったよ、早すぎ、それはマジで。あの、アーシャ行く前に、撮る前に自撮った写真と、撮った後に撮った写真、5分くらいしか変わらなかった。マジで秒だった。そんなことある？まだ撮るよ、普通風が吹くから。ピュッ、そうだよ、風、だから、うん、風吹いたら、うん、加工で髪の毛は消せるからねって言われて、と思って。そうなの？うん、私消されてたもん。こんな写真ないと思ってた、うん、だから消されてるやつが使われてた。なんかこの、こうなってるやつか、どっちだったっけな、なんかとりあえずどっちかになってたの、うん、だからそれが消えてたの。すごくない？マジ、うん、ね、たまに髪の毛足されてる時あるけど。あ、そうなの？うん、私絶対減らされてる、坊主減らされすぎじゃない？もうそれは原型求め、もう
ないや、うん、元気ない、とどめてない、あ、とどめてない、元弁取ってすごいよね、髪の毛消せるからって言われて、消しゴムマジック消してやるのさ、なのもしかして、でも髪の毛、すぎょ、どういうこと、でも全然違和感ないの、そうなの、うん、おはよう、でもね、してよはね、その外で撮ってるから、もう絶対多分みんな誰かし、誰かしらってか、みんな一本は髪の毛されてると思う、うん、確かに、もう飛んでる、飛んでいってるから毎回、うん、メイクさんが本当にね、メイクさん大変そう、やっぱ海沿いで撮るので、やっぱこう、うん、潮風、うん、で髪がもうパヤパヤになるし、パサパサになっちゃうから、あと人普通に通るけ、すいません、すいません、どうぞどうぞ、すいません、で人によって背景変えるから、あの照明とかレフ板とかいろいろ移動させるといけんとか、うん、大変だ、めちゃくちゃ大変、毎年大変だ、ありがとう、おはよう、だんだん声のガサガサが落ち着いてきました、とてもよろしいこと、今回のアーシャ好き、嬉しい、私はね3年目ぐらいのアーシャが一番好きです、私は去年のがっちゃん好き、一番鎖骨が出てるけん、うん、シュッとすっきり見えますね、私は僕声の衣装のやつが、花柄の衣装が一番可愛かった、わ、前髪がいい感じだった、真正面、真正面からでいい感じだったんやね、あれ可愛い、あれ良かったんやけど、あれ可愛い、他全部顔でけえ、でけでけえ、マジ、あ、筋肉痛だわ、ここ私はもう足がやばい、一昨日ぐらいから足がやばい、私も一昨日ぐらいから筋肉痛だけど、ここは気づかなかった、今こうやってやって気づいた、真正面、そう、真正面ね、真正面そう、僕が一緒のやつ、キラキラ、ありがとう、わー、今より初期のがいいっていうメンバー、まあ、垢抜ける前だからじゃないかな、それは、みんなパセレモン、そうじゃん、見納めよ、ありふれた毎日が今の僕、お話し、確かにアーシャたくさん見るねいっぱい、もうアーシャの、アーシャ変えてたらわかるじゃない、途中で違う画像にしたら、若干目こうなってるやつとかに変えてもさ、みんなわかるんじゃない、いつまでもよ長ゆくまま、いっぱいお話し会待ってるね、おはよう、船に飾ってあったの、懐かしい、あれどこ行ったんだろう、今も公演の時に飾ってもらってるのかな、前まではさ飾ってもらってたじゃないですか、ゲバントとかにも、確かに今もあるのかな、あれはない、もうアーシャ飾られてない、もしかして壁掛け、でも見てない、みんなツイートで見てないから、やっぱなくなっちゃったのかな、ないか、毎回大変か、おはよう、おはようございます、イエイ、卒業するとき壁から外すの、どうなんだろう、いや、壁じゃなかったやつ、なんか、あ、そうなん、違う、どうなんだろう、事務所の壁ないよ、事務所の壁にね、うん、あ、エディオン、あ、違った、占い方も多分違ったエディオンは、あれはね、エディオンさんが多分やってくださったやつなんだよね、うん、すごいよね、STU 全メンバー無理だから、その日の公演に出てるメンバーのやつ飾っていただいてるんや、あ、確かにね、 AR、 確かにデジタルアーシャがこの前から始まりましたね、デジタルすごいよね、すごい、最新、最先端、最先端副所、うん、おはよう、おはよう、みんな朝からありがとう、ありがとうおやすみ、おはよう、こんばんは、こんにちは、グモーニング、
Good night。 おはよう。 おはよう。 やばい、腰痛くなってきた。 大丈夫？ ずっと前かがみのるけ。 あの、ストレッチしな。 じゃんじゃんじゃ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 んじゃんじゃじゃち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 ゃ。まずはカフェラテを持ち上げて壁に寄りかかる運動。あ、ちゃんとどうぞ。きつい。大丈夫、顎当たっちゃった、うん、ごめん、前歯だったよ、前歯。え、前歯だったの？肩に当たっちゃった。顎じゃなかったの？水になってる氷が。おはよう。ああ、ストレッチしよう。ソロハ先生のストレッチタイム。じゃあ行きます。はい。それではまずは首を、手を、右手を左耳にこうしてください。はい。右に倒します。1,2,34,5,6,7,8,9,10。反対。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。回します。1,2,4,5,6,7。反対。1,2,3,4,5,6,7,8。各自手首、足首、ね、こうやってやると意味あるんかな、これって。何やろ、これは何やろ。え、そうだ、意味ないのにみんなこうやってね。あれなんだよね。うん、見よう見まねでこうやってなんかやろうとしてさ、ね、できなかったじゃん。毛量すごい。いや、本当にそうなんよ。回しとる時大変やったよ。ストレッチ始まったけどもう終わった。これ良くないんだろうけど、骨バキバキ鳴らすよね、うん、でもめっちゃ痛い、怖い。腰が。まずは背後に倒れて背筋の運動。怖い。え、そのまま頭打ちそうだったよ。ねえ、怖いことしないで。はい、わかりました。おはよう。貞子じゃないよ。貞子じゃないわ。おはよう。ストレッチマン知ってる？ん？伸びる伸びるストップ。黄色いやつ。だから。何？何のテレビ？うん。Eテレ。ストレッチマン？うん。わかんないことは全部調べて。ストレッチマンじゃないの？え、知ってる？知ってるってよかった。6歳差感じなかったです。知ってる？うん、見たことあるよ。え、あ、いいよ。え、めっちゃ見たことある。うん。え、なんか、え、いっぱいいる。黄色い人や、黄色い人。うん、で見たことあるよ。え、この顔。え、こういう顔よくしてるよね。なんか、うん。めっちゃイメージ、もう印象的。うん、知ってるって。表情まで知ってた、うん、この顔しか逆に見たことないレベルで、この表情みたいな。さっきのやつ。おはよう。ピーマン体操はもうありちゃんさんの TikTok 見てください。マジで可愛いから。うん、可愛い。ちゃんと全身ピーマンになって、うん、可愛かった。ピーマン食べたらスーパーマン。ピーマン大好き。おはようございます。もうずっとマジ前かがみだから。ガンコちゃん。どんどんずずん。ガンコちゃん。どんどん。道徳の時間に。ガンコちゃん。見てたわ。わかる。え、でも道徳ってか、あれ何曜日だっけ？毎日やってる。やってんのか。金曜日かなんかの朝の読書タイムの時にガンコちゃんの日があったよ。ガンコちゃんの日？うん。小学校の時。
ビデオあれ生じゃなかった、生っていうかあれの頭に石のリボンをつけて、肩に葉っぱのポシェット下げて、かわいいよね、かんこちゃん、かんこちゃん、ありがとう、すすき、ね、早く会いたい。昨日の楽屋のまひなさんのさ、呼んだがお風呂好きすぎて、え、そうだよ、なんかね、マネージャーさんかな、スタッフさんが、うん、谷口さんいますかみたいな話した時に、うん、みんながまひなさんとか、まひなさんって言ってたら呼んだお風呂好きじゃん、しかも声のトーン的にも、うん、なんか振り向き方的にも全部お風呂好きだ。お風呂好き今やってるのかな。お風呂好きやってるよ、この前ね、やってたよ。え、嘘、コッシーなんかあのステージだった。あ、目覚ましじゃんけん始まった。ってことはそろそろ占い来る。あ、音聞こえんかったからずっとじゃんけんって待っとったら勝ったわ分からんかったから待っとったら勝った。すごい、あ、ワールドカップ占い来る、すごい、占い来るかな、占い来る、みんな、え、目覚ましじゃんけんやっとったら黒毛和牛当たったかもしれんのだって。あれ、うわ、すごい、占いは、え、でもそろそろじゃない、だって終わるやろ。ほんと大丈夫、こっちはさんって言うやつ、え、そうやん、ちょうさん、土曜は何する、おはよう、このままじゃあ見とったら、今日はだからロケ収録ってことやから、うん、なんかで映るのか、おはよう、あれ、占いなんかこの後かもしれない、20あと8分あるけど大丈夫、はい、ねえ危ない、はい、ごめんなさい、うん、ほら今もユニバです、ユニバです、ユニバ、あ、わ、わざです、ユニバです、多分ユニバのために仕事頑張ってるっていう感じですね。ちょっとわ、もうリミユニバ行きたい、キティちゃんのカチューシャする、ユキリカがしてたやつ、可愛く、行きます行きます、私はユニバに連覇しよう。ちなみに明日は除外日です。あ、ちなみに今日も除外日でした、行きません、もともと行けんね。でも除外日だったらあれだよ、5000円でチケット買えるの、年パス見せればっていう特典、年パスの5000円で買えた気がする。5000円、明日なんでダメなの、日曜日だからかな、あのハロウィンが始まってちょっとした日曜日だから、ちょっとした日曜日、ちょっと経ってからの日曜日だから人多いんだと思う、人多い日はね除外日になりがち、そうか、ね、みんいればいいな、髪の毛伸びた、そうだ、除外日あるよ、年パスちゃん高い、5万円、4万円な、4万ぐらいのやつはないけど、ちょうどいい、値段によって特典も全部違う。会社の旅行でユニバ行きますだって。え、会社の旅行で行くんですか、会社の人と、すごい、緊張やん、そんな緊張じゃん、楽しめる、一緒に並ぶんやろ、1時間ぐらい、緊張やん、そんなすごいね、100分ぐらい並べて、相当仲いいとこなんじゃない、じゃないと社員旅行とかせんくない、うん、確かに、もう本当にもう超素敵な会社なんやろ。でもさ、自分が入る前にさ、みんな仲良くなっとってもさ、入りづらいかも、受け入れてくれたらいいけど緊張しちゃう、うん、なんか出来上がった空間に入っていくのって難しくないですか。いや、いいね、ユニバ、それは時給は出ないってこと、社長と行きましただってそのまま、すごい信頼されてるってことだ。え、ある、本当に、え、占いある、もう終わったんじゃない、3回ぐらいあるけどさ、終わったん、え、ユニバいつでも行ける距離、うん、私は行ける距離だったら年パス持ってるからマジで行きそう、フード出た瞬間行く。新しいグッズあるかな、ティム、おはよう、おはよう、お風呂ありがとう、おはよう、ティム、
チェキ買い待ってるよ。チェキ買い1着コスプレ。コスプレ。そう、3枚あるからね。あ、始まったよ、みんな占いだよ。長崎って占いなの？1位、いて座。あ、いて座すごいね。ラッキーパーソン、エクボがある人。続いて、パセ、5位予想。あ、違った、4位、あ、獅子座、一緒だ。素敵な出会いがありそう、眺めのいいスポットやリゾート地の道。え、私さっきも4位だった。え、待って、これ待ってください、やめて、ダメ、ね、待ってください、やばいやばいやばい、いない？8位まで来た、やばいやばい、サソリ座、私。あ、サソリ？うん、待って、やばいよ、みんな。ね、また12位じゃないん？あ、ギリ上がった上がった、やだ、11位サソリ座。ひらやかな一言で口論が一歩下がった。私、ありそうすぎて。ヤギさん、12位の方がもう一個教えてもらえるのにさ、一番悔しい、11位。ほら、12位だけ2個教えてもらっとる。ずるずる。4位だった。さっき違う番組で12位だったのに、次11位上がったじゃん。違う番組だったら10位だよ。ほんと？12個見んといて。でも私が犠牲になれば誰かが12位にならずに済むよ。まあ左右されず、自分が1位の占いを見つけましょう。そうだね、そうだよ、いっぱい占いがあると思うから。おはよう。あ、もうあれじゃん、もうそろそろ土曜は何するだ。地方社、地方社、え、見れるかな。おはよう。豚キムチ食べたくなった。12位の方と一緒に豚キムチ食べよう。ね、12位のラッキーアイテムが豚キムチです。え、マクドや。え、マクドの CM。 なんか変わった。あ、これプリプリエビプリオ。あー、あれか、ナゲットみたいなやつか。あいし、ハンバーガーかと思った。うん、なんか SNS で回ってきた。なんかインスタ系女子っぽい人が、うん、なんかツイートしてるやつ見てきた。おはよう。はい、決まった。土曜は何する。あ、この後だった。うん、千葉さん、え、生じゃん。え、出てるやん。え、生だよね、あれ。収録土曜は何するって生放送じゃない。え、じゃなくても根本が生放送じゃないってこと。生放送のイメージ。え、生放送でしょ。え、千穂さんいた。え、生放送、前髪が今の千穂さんの前髪だった、うん。収録の時もあるの。そうなの。あ、じゃあ収録ってこと。そうなんだ。え、ね、生のイメージが強い。千穂さん出てるテレビ。生放送だと思ったけど、生放送じゃないのか。さっき収録だよって教えてもらったけど、うん、で、あ、VTR に出るのかと思ったら、普通にあの席に座ってて、うん、そう。なるほどね。スタジオでも収録あるんだ。で、生放送だよってコメント来てる。え、どっち、どっちですか。みんなのコメントで左右されてるわ。合成、もしかしてホテルから。ホテルからやってるって。グリーンバックの。おはようございます。おはよう。みんな朝からありがとう。あ、この前配信で言ってたらしい、収録してきたって。そうなんだ。ありがとう、ごめんね。そうなんだ。 STA はマックじゃなくてマクド呼び。うん、私はマックです。マクドです。関西出身だからだと思います。そうなんですよ、私はマック派です。マクド、マックだって朝マックじゃん。うん、マックや。でもマクドナルドやね。どこにちっちゃいやつ入っと。マック、マクドナルド、マク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 ド、朝マック、おはよう。よく言われる、朝マクドって言わんやんって言われる。ごめん、言わんよ、言わんけど、マクドナルド、マクド。え、関西だけなの、マクドっていうの。他の地方も言わんのかな。人による。人によるか、やっぱその家族によるよね。うん、生まれ育った環境の影響は大きい。生放送とかじゃない。かわいい、ちおさん、ちおさん、かわいい。ちほさん、大友かれんさんと共演してるやん。噂のお客様の。
ニコラ？ニコプチ？セブンティーンか、セブンティーンだったっけな、めっちゃ見よった気がする。パソ見てた、前髪があった、ちょっとアカリンさんに見える。あ、確かにこの横顔アカリンさんっぽい。ドナルド派らしいわ。ドナルド派がいるの？マクドナルド？うん、ドナルド、ドナルド派。あ、何も喋ってんの聞こえるのが悔しいね。あ、千葉さん喋ってますよ今。男性が入っと声喋る聞こえたらね、落ちちゃうから。しょうバンバンバン、おはようみんな。マクド、今日の調子はどうですか？寒くなってきた。今日はどういう調子ですか？千葉さんがめっちゃ叩いてる、かわいい。みんな、おはようございます。やばい、めっちゃ寒い。早く会いたいね。今日会える方よろしくお願いします。あ、千代さんソロで映ってる。千代さんって手動かしがちなんですよね。かわいい。千代さん、この手の時もやるしゃべる。うんうん、かわいい。二人揃っとった。嘘、ほんま。上着持ってきてないよ。ラーメンマン千代さん喋って、なんか食べ、こうやってやってた。かわいい。よいしょよいしょ。千代さん歯がね、かわいいの、小さくてね、わかる。千代パパラーメンマン、あ、だからか、ラーメンマンってコメントめっちゃあって、どういうことって思ったら、ね、ありがとう、教えてくれて。ラーメンマン、みやぞんさん、ね、23種クロワッサンって書いて、え、絶対に美味しい。23だって。え、すごいおしゃれなんだけど、テラス席。あ、足湯、足湯してる、素敵。あ、でもこれ横浜だって。あ、ありゃ、すごい、すごい都会だ。うん、おはよう。かわいい。くしゃみです。お昼のツアー待ってます。おはよう。気をつけてきてね皆さん。会場あの新大阪駅から近いので、間に合うじゃない、迷ったりとかあまりしないかもしれないし、しっかり Google マップとか見ながら、うん、逆方向に行かないように注意だね。そうだよ。おはよう。気をつけてきてくださいね、みんな。来る方、今日来れない方はまた今度会いましょう。やっほー、ありがとう。みんな朝から見に来てくれて。9時に終わります。今日は、おはよう。新大阪駅の出口難しいよね。出口ね、わかるよ。いっぱいあるしね。なんか違うとこ、タクシー乗り場みたいな出てる時あるからね。うん、タクシー乗り場に行きたいのか、何にどこから出たいかによるもんね。うん、本当に難しいよね。すごい。あの看板見てさ、見るのが一番いいね。みなとみらい、みなとみらい都会や。うん、赤レンガ倉庫行きたい。うわー、ロープウェイすごい。このこれっていろんな人も一気になるのかな。2人一ペアずつなのかな。どうだろう。わあ、うわ、すっごい。2万、えすごい。 K アリーナ横浜、神戸にもできるんよ。え、アリーナ、アリーナ、そうなの。神戸港のところにアリーナだったっけ。神戸アリーナだった気がする。そうなの。なんか足湯とかしたいね、冬。あ、冬はちょっとやだ、秋かな。ちょっと涼しいぐらいで。足湯、寒くなっちゃったらさ、あれだから。おはよう。ね、STU はできる。今アイスのさ、買って、アイスの置物があったよ。美味しそう。バーベキューやって、昨日のね、昨日の配信が終わった後のマイカーのグループラインがすごくて、うん、各々が食べたい肉を言うっていう。しかも肉言っとる人少なかったよね。ユミニーさん、ユッケーとか書いて、サンチューとか送って、うん、アイス、プリンとか、うん、あの
うなちゃんがね可愛かったの、うん、ビビンバと白米って食ってきてね、うん、こーんくなった出た出た本当にご飯とご飯いつも食べてる一緒にビビンバをおかずにしてご飯を食べるみたいなね、こっちが、うん、すごいよね、もうなんかスポーツだ。そう、アイカのグループラインは相変わらず元気いっぱい、うん、すごいですよ、本当に元気いっぱい、元気いっぱいです。アイカはね、もういつの間にか始まったらみんながボンボン送るから、うん、通知がちょっと見ない間に、うん、昨日はリコちゃんが急に肉の話から見てください最近買ったスタンプみたいな、うんうんうん、スタンプの紹介始まってユミリンさんが相手してた、うん、それね。おはよう、かわいかったよ、なんか、うん、なんて名前なんだろうこれ、何ヤワメスタンプって手書き、かわいい、おはよう。この前まで違うのにハマってたのに、そらスタンプよりもお金をかけない。お父さんがね鬼滅のスタンプ送ってくれたの、私がめっちゃハマってる時に、うん、なんだけど LINE いろいろあって変えんといけんくなって、うん、変えた時に消えたスタンプ、あん悲しい悲しかった。そうなんだよね、アカウント消すとさスタンプも消えちゃうからね。だけど今パちゃんがねスタンプくれてるんですよ、うん、2個、あさみみちゃんとあのワンちゃん、なんかワンちゃんのやつ、うん、2個くれてるんですけど、だからもう消さないようにしないといけない。カフェ我慢したらいいよ。ダメ。ダメだって。スタンプはいい。それだったら。あの、自分で絵描いて写真撮ってそれ送る。バリ手間かかる。かわいい。私はやろう今から。私はスタンプ作るね。かき氷さんありがとう、好き。でもあんまりスタンプ送らない、スタンプさ3個ぐらい送ったらさ、そんな送らないけど、もうすごいさ、こういうことでしょ、こういうの書いておはようみたいな、そうこれを、私の絵下手くそすぎるから理解できるか分かんない、書いてみる、うん、いい、うん、みんなにあの、うん、幻滅されたら困る、これで、うん、これは1万人減ったら困る、確かにそれはそうや、ね、えめっちゃ美味しそうな CM なんだけど、んダメだよね食パンの CM って、食パンの CM って絶対にもういい焼き目、うん、プラス熱々だからバターとかマーガリンがもう溶けるよ、フジゴミだ、フジパンフジゴミや、違うかな今、そう、今も変わらずか、多分違うかな、ありがとうかき氷さん、違う、ダメ、うわネオバターロール、おはようございます、やばい食べたい、みんなの朝ごはんは何ですか、私は梨です、私も梨、トークサダルマありがとう。あでも確かにファンの方同士でさ、あの番組とかのさあれスクショするよね、テロップの、うん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 、ね、テロップ便利だよね、モーニング行けば、ほんとよかったよね、モーニング行けば、でも一人で行くのは寂しかったから行けなかった、朝はしかもなし、土地勘がわからなさすぎて、この辺が、確かにチャーハン食べただって、うわお、あそこらがちょい、うん、チャーハン、そらね、パラパラチャーハン作るの得意だよ、ほんと、ほんと3年4年5年6年作ってないけど無理や、いや作れるよ、本当に得意なの、中学校の時部活終わって帰ってきてよく作ってた、具材は、具材は白ご飯と卵とウインナー、ネギ、ネギ、家にあるもので作っとった、うん、油は、油、ごま油だよ、サラダ油あんま好きじゃなかったんだよね、うん、味噌汁いいな、で誰か味噌を一パック買って、あちょっとお裾分けしてほしい、半分こいらんな、でも最近さドレッシングとかさ、なんか味付けで味噌のやつがいっぱい出てくるからさ、ワンチャン買ってもあり、確かに味噌減塩にして減塩、チコが持ってるやつにして、作るの、うん、何か、一緒に作ってもらう、減塩にしてって、またやれるって、
同棲してるのかとかって言われてないもん。ほんまにしてない。家賃おのおの払ってます。ちゃんと払ってる、ちゃんと払ってる。うわクロワッサン乗った食べた、モーニングブッフェ。うわクロワッサン出てきたよ。23周年クロワッサン、はぁー美味しそう。え待って待って待って、キューブ型キューブ型美味しそう。これ横浜すんぎょ、横浜なんダメやん、うん、ダメやん、何も食べれ。え美味しそう、めっちゃある。具材すごい、うんモンブランやって。え名前長いよ。まあ、ロングラッサと何とかと何とかと何とかの、やばい、ほら抹茶あんとなんちゃらこんちゃらこんちゃらこんちゃら。え美味しそう。えこれクイニーアマンじゃない？あパンオショコラみたいなやつじゃない？この中にクロワッサン作れるよって人いますか？味噌食べたい。粗挽きソーセージとアスパラガス、ブロッコリー、シダーチーズを添えて。止まっちゃった。ちょっと美味しいやん。え、電波終わったよ私。なんで？え、分からん。急に。ほら。あ、誰か電波盗んでますか？戻ったかな。電波盗まんとってほしい。な。戻った。あ、戻った。あ、よかった。電波がもう、おはよう。大変なことになっちゃった。確かに。パッ。七並べのコンサート、いやー食べれるかな。横浜だけど。食べれるかな。そうじゃん。でもすぐ帰ってきそうだな。行ってらっしゃいだ。なんか買って帰ってくるね、いっぱい。キャリーの半分お土産みたいな。え、20日やろ？うん。20日。だ11月26日福岡じゃん、その時買ってくるね。11月26日近っぱがある。あーじゃあ交換しよっか、うん、交換交換会。じゃあ23日に交換しよう中間で。なんで26日行ってないでしょ中間でとか言って行ってないやん。びっくりした。何くれるん逆に。何くれるおはよう私が26に行って22日から中間で23にあげようって言ったら、私は私も何ももらえんやん。バカすぎる。何ももらえんやん朝はパン派、ご飯派だけどパン食べたい。パン食べたい。ご飯派じゃ、それパン派か。それパン派だ。え、クロワッサン7個で3000円だったの？わお。はいよ。え、そう、チカッパみんな落選って言ってる。ごめんね。出演メンバーがすごいからかな。うん。まだ眉毛も描いてない。そうだよ、パちゃんにもらってばっかりなんですよ、そら。こっちこそ光熱費とか電気代とかね、うん、充電代とか、うん、よく知ってもらってて申し訳ない。冷蔵庫代も、うん、行ったでずっと炭酸水があるんですよ炭酸水は許して。炭酸水おはよう。おはよう。あ、そう、メガネ、メガネのやつ。あ、メガネよね。ラブ&ベリーの家賃だよ。あ、ラブ&ベリーのカード置きっぱなしだわ。そう、紙袋壊れ、そう、わあ。メガネ、メガネ、メガネ。私は何も置いてないです。もうね、行ってない。この前行ったけど、それもなんか本当に30分ぐらいの滞在で、ばあちゃん家ね、行ってない。来たっけ？行ったじゃん、カフェラテ持って。なんか配達かな、なんかなんか待ってる間に行って、うん、行って部屋変わっとったもん。テレビ、机、ベッドになってた、うん、え、それ知らんくって久しぶりに行って。え、嘘、ほんま。あ、ソファーだったっけ。なんかテレビがそこ、あ、テーブルがそこでなかったんや。はあ、そうだっけ。うん、テレビ、うんうん、あ、テレビ、机、ソファー、あの時だったから、うん、行ったことない部屋で、うん、びっくりした。そんな変わってない、ね、メガネまず4つあるのがすごいよね。わかる。あ、1個消えたん。1個壊れてんの。あ、壊れてるやつ置いてんの。うん、汗だ。お家にある、うん、よ。メガネしてるのにメガネ探したことありますか？なーい。あ、よくあるやつやね。ここにかけて、ここにさ、視界に入ってくるじゃん、メガネって。フレームが
あんまメガネしないです。上にしてるんじゃない？あ、そういうことか。うん、ロパさんあんまメガネしないね。うんうんうん。ソラはもうメガネで。今日持ってきたけどね、つけてないわ夜。私はマジで24時間つけてるレベルでコンタクトだから。うん。目に悪そう。マジで目に悪い。多分目終わってると。眼球交換した。ね、これです。パセンのメガネケース2個アンド。コンタクト疲れる。確かにコンタクト疲れるけど、メガネの自分があまりにもブサイクすぎるんですよね。普段よりも。普段も好きじゃないのに、もっと好きじゃなくなるんですよ。パセンのメガネ。私は本当に目が悪すぎるので、近視と乱視が入ってるから、あのでプラスめっちゃ分厚いんですよ、メガネが。重いし、メガネすぐ落ちちゃうし、お風呂場でメガネつけたら水滴つくし、曇るしで、あの、うん、ほんまにメガネが嫌なんですよ。いえ、でも昔はよくメガネつけて配信してたんだけど、うん、めっちゃ目ちっちゃい、うん、フレームが大きいからこそよりちっちゃい。あ、グッズで確かに、なんかグッズはね、伊達メガネだからそういいんだけど、しかも私レンズ抜いてある、あれ。そうなんよ。しかも私目ね、近目だからマジでメガネ合わないんですよ。ここにあるともうめっちゃ目がもう近く見えるから、うん、私離れ目だからちょうどいいです。ありがて、余白が埋まって。パンダタガちゃんさん、ありがとう。コバパンダウサギコアラパンダウサギ高いレンズ使えばレンズ。でも私もメガネをね、3年前ぐらいに買ったけど、マジでつけてないの。矯正と一緒や。うん、矯正。でも聞いてください、矯正はちょっと行く決心がつきました。もうちゃんと電話して、あの、すいません、半年間やってません、もう本当にごめんなさい。喋ってる。でも小指食べんとって、うん、もう一回ちゃんとしたいので、うん、見てくださいっていう本気で。本当にダメだなと思って。ただ前歯にプツ、前歯っていうか歯の全部にプツプツついてるやばい人だと思われるから。なんか南さんは確か、南さんとひなさんが私よりちょっと前に始めとったよね、うん、でもちゃんとやってるお二方なんですけど、当たり前に歯並びめちゃくちゃ変わってきてるの、もう1年以上やってるから。スラハは本当だったら舞台から始めてたから、舞台後帰ってきて1年 半年、うん、1年6ヶ月経ってるのに何も変わってないんですよ。うん、本当にお金の無駄遣い、最悪。高いからね。でもちゃんと向こうの方は理解してくれてるから、アイドルっていうのを言ってるから、うん、だから行きたいと思います。私ももう一回矯正したい。まいちゃんもやってる、あずみもやってる。あずみめっちゃ綺麗になってる、うん、全部綺麗になってるの。だからちょっと本当に頑張る。ソラハさん真面目だねって来てる。いや、やってないんですよ。やってないよね。やってないよ。やってないよ。やってないんですよ。矯正だけは本当に苦手で、裏矯正したいぐらい本当に一回取ったらもうダメなんですよ。しかもカフェラテ飲みたいからってなると、カフェラテ私長期期間と飲むんですよ。グッて飲めないから、例えば夕方に買ったら夜の24時までは飲んでるんですよ。ってなるとダメだから、裏矯正したらよかった。痛いし、歯の口の中、うん、傷つくけど痛い。口内炎がめっちゃできる。でも私多分カフェラテ飲む人は多分そっちの方がいい気がする。定期的に飲み物の、あのゴムが着色するからダメなの。飲んだ多分良くないと。私もカレー食べないでくださいって言われてた。え、嘘。黄色くなるから。うん、え、ダメだよ。カフェラテ飲んでもいいようにカフェラテカラーにしてほしい。たあるよね、カラフルな矯正。うん、え、裏矯正だっても見えるかな。あ、それは見えんか。うん、裏矯正だったらいい。表はね、表するほどじゃないって言われたんよ。ただ、かかの下の歯だけ描いたかったから。私は表でやった。だからずっとマスクしてた。うん、妹と一緒に始めようかな、もう一回。妹も矯正した方がいいらしい。なんかちっちゃい頃にしてた方がいいっていうよね、うん、何でもだけど顎、骨がね、うん、妹は顎が小さいんですよ。昨日さ、X で流れてきたけどさ、うん、2歳ぐらいまでなら指が生えてくるみたいな。指がウサギに噛まれた。
なんかウサギに指噛まれたけど2歳までなら指が自然と生えてくるみたいなやつを昨日 X で見て、そんなことある、人間の力ってすごーってなった。え、怖っ、ね、バーンってことかな、徐々に生えてくるし、え、すごい、ね、え、でもさ、ここからなくなるじゃん、ウサギに食べられるとするじゃん、え、だから爪はどこから出てくるの、いかん、いかん、痛いよ。さっきパちゃんのテレビ映っとったよ。うん、さっきの、うん、誰、ほら後ろに映っとる、どれ、あれパセ、うん、え、これパちゃんや、パちゃんや、モルモット、うん、カピバラをモルモットをパちゃん、私、うん、私モルモット、パちゃんは、うん、昨日言ってたのはウサギ、あ、違う、え、リスじゃないっけ、あ、リス、リスとアスアスパラカピバラじゃなくて、やめて、パセリからアスパラにするのやめて、なんだっけ、リスとカワウソの子供、うん、ばあちゃん、うん、私お父さんとお母さんなんか、うん、こうチュンって感じ、小動物の、だっけ、リスと、リスとカワウソの子供、え、マジでカワウソ、絶対動物カワウソだと思う。空はよくウサギって言われる。なんかほんまに朝私も早起きしたけどさ、テンションがおかしいわ。マジで。えらい、うん。全然偉くないよ。え、今日すぐ寝た？うん？今日すぐ寝た？あれすぐ寝た。爆睡。私も喋れてた日本語。うん。喋れてた。うん。え、もう8時52分だよ、やばい、みんなが多分徐々に起き出す時間だよ、やっと確かにね、メンバーのみんなおはよう、多分やっとみんな起き出すかも、おはようメンバーみんな、朝6時半起き、ずっと聞いてたよショールーム、嘘、うん、何話したかも忘れちゃった、何話したかっていうと、なんか同じことを繰り返してた気がする、そうだよ、チェキ会のこと言ってたかも、今日は大阪でみたいな、うん、言ってた気がする、そうだよ、だからタイムスリップしたのかと思った寝ぼけて、そうだよ、おはよう、でもそろそろ終わりやな、今日はなんで早起き、昨日2時半とか、うん、ぐらいに寝落ちして、でパッて目が覚めたのが5時半だったんですよ、おで、うん、配信とか、お風呂に入れてなかったから、うん、お風呂に入らないとって思って、うん、で、お風呂入って、なんか昨日、うん、眠くないからもうオールだとか言っとったのに、うんうんうん、一番に寝てた、バセお風呂入るからねって言って、もう動く気力ないとか言って寝てた寝てるやん一番に何が寝れないだいや、寝れ、え、なんか一回目起きたって言ったよ、うん、あれなんか座りだしてんすよ、あん時かち目覚めてたの、うん、その後になんか分からんけど睡魔に逆にバーンって襲われて、バーンって寝てしまった、うん、おはよう、でもあるよねそういう時、寝れないと思ったら寝れたり、眠くても寝れなかったり、でも今日の夜は寝れます、うん、明日が遅いだろうね、多分着付けとかでもそんな早くないよね、別にリハーサルとかもそんなないよね、確かに、パーセ早そうだ、確かにね、何時からなんだろう、うん、わかんない、お昼だよねきっと、みんなも移動してきてくださる方もいらっしゃるだろうし、うん、確かに、みんな気をつけてね、体は大丈夫です、私あんまり寝なくて、ショートスリーパーでなんですよね、私はロングロングロングスリーパー、ショートスリーパー、すやすや、そういう感じだな、うん、離れ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 なんてやだよ、おう、うん、そうそう、そう、一生やだよやだよって言ってました、へえ、思い出のほとんどは一緒に作った、ね、覚えていけよ、いつか、だいたいこの STU メンバー全員やってるからさ、自分が卒業するときやりたいよね、
その時はどんな感じなんだろうな。お互いお姫語り合った日々、超笑いながら歌ってたらどうしよう。喧嘩してるんじゃない。あ、逆に喧嘩してバチバチ、喧嘩してんのにもうやめない歌うの。喧嘩してバチバチやけど、あの運営さんとかファンの方には喧嘩してること言えないから。逆に喧嘩してるの隠して、隠して歌ってるみたいな。うん、うちらでもしょっちゅう喧嘩するからな、マジで。絶対絶対今日喧嘩する。だって今日のパセのさ、目覚まし占いがなんか、あーなんか言葉は、うん、やめ、死にましょうみたいな感じだったもんね、うん、今日喧嘩しそう。え、やめて、マジで明日会えないのにさ、喧嘩したら終わりだよ。ダメ、話し合いです。夜で、うん、で離れて5分後ぐらいに返信返ってくるやつ、近くにいるのに。私は壊れてなります、ちっちゃくなります。そう、マジで話し合いするときは違う方向向いてます。しかもしかも私の対する質問に対しての返答が来ない。で毎回もう、あ、なんでしょう、ごめんなさい、私が悪いですっていう、めっちゃ目ヘラみたいになる。そう、不機嫌なの。お母さんに言われたよ、何をそんなに喧嘩するのって言われたけん、空が全部悪いよ、まあそうやろなって言われたから。そんなことある？そんなことはないよ。いや、そんなことあるよ。私にも悪いとこある。え、違う、やりとり、 LINE でやりとりじゃなくて、例えばハセがこうこうこうなんじゃない、なんかこう質問来ました、どうなんですか、たら5分間も空いて沈黙、沈黙をする、お腹グーグーなったりしてんの。そうそう、で、その後にあの言葉で返して、うん、だからこっちも何聞いたか覚えてないんだよね。そらも何言われてたっけってね、5分間ないで。何を言うか考えるのもあるけど、うん、なんかもうそんな分かんなくなっちゃうね、うん、多分おかしいんだよね、うん、時計が進んでるの。あ、よ、やばい、私のタブレットの充電がない。ああ、終わるか、もう9時や、うん、バイバイする。バイバイだ。今日の夜はないので次は24時間後以上です。また24時間後以上にこの配信で会いましょう。お腹すいた。お母さん、ありがとう。え、あるよ、ウインナー。え、ウインナー、シャウエッセン。違う、おつまみソーセージだよ。何それ。え、知らへん、うん、肌色の。わからん、肌色。あ、ウェイズ、ベージュ。あ、ベージュ、今日のラッキー。でもオレンジ、オレンジのなんかね、10本ぐらい入ってるとスーパーに売っとる。ねえ、なんだっけ、カルパスじゃなくて、え、じゃなくてソーセージ、おつまみソーセージじゃなくてオレンジ色のソーセージで、オレンジ色の筒の、ね、名前はおつまみソーセージになってたけど、うん、スーパーでもあるの、10本ぐらい入ってるオレンジの。何これ、うん、あ、これ？そう、うん、あ、魚肉ソーセージ。え、魚肉じゃない、魚肉じゃない。魚じゃないの？魚じゃないの？ポークや、ほんとや。魚肉じゃないの？何これ？初見よ。ポールウィンナーかな？オレンジ色のやつ、10本くらい入ってるやつがあるの。そうなの？あ、ごめんね、勝手に出す。あ、いいよ、全然。ポールウィンナーだっていうの。男女読みましょうか。はい、どうぞ。あ、違う、うん、いきます。13位、工場さん。12位、福太郎さん。11位、大吉さん。10位、しんちゃんさん。9位、浦部さん。8位、おみかんさん。7位、丸さん。7位、え、6位、山崎さん。5位、としさん。4位、じんらいさん。3位、くわどりさん。2位、ずのらごさん。1位、ふくちゃん。ありがとうございます。男女読みます。13位斉藤さん。12位日立3号さん。11位村上さん。10位ミルククラウンさん。9位アスパラさん。8位ガイトさん。7位ヒロさん。6位バンジェラモンスターさん。5位エリさん。4位帝国さん。3位キズナさん。2位カマちゃんさん。そして1位は天然うなぎさん。ありがとうございます。今日は夜ができないということで、ちょっと長時間すぎる配信をしたんですけど、めっちゃあっという間だった。うん、早かった、楽しかった。みんなお話し会、チェキ会待ってます。またメールに書きますね、詳細は。見てくれてありがとう。長時間ありがとうございました。今日は火
会場に来れない方が多分落選祭りだったらしいので会場に来れない方がたくさんいらっしゃると思うんですけれども、なんと生配信は今回はありますので、ファイナルわお、わお、生配信、配信も SF4 データチャンネルさんにて見てくださると嬉しいです。そして明日は広島にて打ち上げ祭、一部が2期生で2部が1期生とドラフト3期生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではありがとうございました。バイチャラポー、またね。二度にする方おやすみ中、おやすみ中、楽しむぞ、おみちゅ、バイバイ。